あ、もう撮ってる。なんだろう、僕の得意技っすね。得意技というか、まあそんな感じっす。の K グラインドの途中抜けっすね。結構 K グラインドをみんなこうガーってやって、こう普通はこうやってエンドまでこうやってやっちゃうと思うんですけど、こういう感じでちょっとカーブ長かったりとか、アウトがないカーブの時、結構みんな K グラインドはかかって滑ってエンドアウトできるけど、途中抜けがどうしてもできないっていう人は意外となんか多かったりするんで、僕逆に途中抜けの方が得意なんで、ちょっとそれを説明していこうかなと思います。Kのスタンスはオーリースタンスはの感じの、この足の開きがオーリースタンスなんですけど、僕はちょっとこう少し気持ち、幅は一緒だけど気持ちつま先出す感じですね。前足のつま先を出すと、なんかここのオーリースタンスだとちょっとこう内側に飛ぶから、ここだと少しこの辺、こっちの方踏みがちになっちゃうんで僕の場合、だからちょっとこう出しといて、うまい具合にこういいとこ踏めるようにしてます。Kグラインドやり方2種類あると思うんですけど、こうちゃんと折りしてこうかぶせてこうやるのか、ちょっと差し折り気味にしてこう差し込むのか、まあどっちでもいいと思うんですけど、僕が練習した頃はこう差し込めって教わったんで、ちょっと差し込み気味にしてます。僕の場合差し込みのやり方はちょっと最初こうなるんで、かかった時にちょっとかかと側で、これだと詰まっちゃうんで、ちょっとかかと側に組んであげるとこうまっすぐいけるんで、こう上からやる人はもうそのまんま多分いくと思うんで、いいとそのまんまやってもらえばいいと思う。あと K グラインドはトラックはかける場所はここっすね。奥だと詰まったりとか、そのまんま勝手にこうノーズグラインドになっちゃったりするので、ここのウィールがこう潰れる感じにしてあげるとガーッと、そうすると結構意外とこの形でロックされるんで、そのまんま意外と滑らせるには結構最初気持ちいい技かなと。俺のトラックだとあと分かんないね。あんまやってないから。あ、でもあれでしょ。こことレギュラーだと、そう、こことここ。これミスったの。あのミスった。ミスった後でしょ。ミスってこういうことですね。こう差し込みのあるやり方の結構あるあるでこうなっちゃうですね。こうじゃなくてこういっちゃって、このままこうなるからこういう跡がつく。かっこ悪い。だちゃんとやるとここがこう、ここがグラインドしてて、ここが削れて、であとこの辺がここのカーブの角にこう当たるんで、この2箇所が削れます。結構 K グラインド得意な人はもうここが尋常じゃないえぐれて方してるトラックの人もまあいるんで、それを見るとちょっとテンション上がると思います。でまあ途中抜けなんですけど、これはノーズスライドのちょっと跳ね
に近いノーズスライドの跳ねるっていう時はこう滑ってる時にちょっと下げてこの遊びでノーリーをするっていう感じなんですけど、でこうちょっとこう右足、まあ左足のこう吸ってこうやるんですけど、 K の時はこの遊びがなかなか作りにくいけど、 K も途中抜けもちょっと跳ねなきゃいけないんで、跳ねないで降りようとするとこうなったりとか、それか降りれてもこういうやつなっちゃうから、四輪着地するときは絶対こういう動きが必要で、そのコツなんですけど、こうガーって滑ってるときに、あ、カーブ長くてもう全部流せないと思ったら諦めるんじゃなくて、ちょっとこっちにカーブに逃げ気味になるとちょっと板がこうなるから、その時にノーズスライドみたいにちょっとこう押してあげる、かかと側で。そうすると体がちょっと逃げてて、ここでこうかかとでちょっと押してあげるから、そうするとポンっていう感じに止まってやると、こうやってちょっと逃げたと思った、これはでもやってみてもらわないと難しいかな、最初わかんないと思う。これできないとただのこうガタンっていう、こういう感じがよくあるじゃなくて、こう滑ってて、でちょっと絶対こう遊びを作って跳ねるから、ちょっと膝を絶対曲げてなきゃいけない、でちょっとこうずり下ろす感じでちょっ と一瞬踏んであげると綺麗に、まあこんな感じかな、まあ、あとはもうコツ俺の中ではないかなそんな感じですね。 K グラインドでも慣れてきたら、最初エンドまで行ってこう抜けるときに、多分最初難しいからこのスピードだけでこう降りちゃうけど、ちょっとこう余裕が出てきて慣れてきて、ちょっとこうノースライドみたいな少し跳ねようみたいな感じで、こうもうここでこうちょっと踏んでアウトできたら、もうほぼほぼその状態でちょっとこうちょっと前にお腹側に飛んであげるみたいな感じでやれば、もうスッとやってもらえれば、特にこうカーブ練習してて遠赤がブワーって長いのがあって、でもエンドがないっていうような場所で練習してる人たちは、そういうようなやり方でやってもらえれば結構 K グラインドは楽しくなると思います。まあそんな感じですかね。あざます。あざます